はい、じゃあ続きで、こないだ終わった後、なんだろう、セーブできるポイントまでに休みが2回入っちゃったんで、とりあえずデートを入れておいた。だからもうすぐにデートができる。やったね。なんか雨多いな、この世界。どうでもいいけど。めっちゃ雨降るな。2日に1回ぐらい雨降ってねえか。はい。どうだったかな。ショッピング街とカラオケっていうなんかものすごく無難なところだった記憶がある。ごめん。パパ。陣地立って見てもすげえ服だな。よかった。遅れてごめん。すぐ行こう。今日はどこへ行こうか。じゃあファンシーショップにしようか。嬉しい、行きたかったんだ。早く行こう。まあ、好きなとこに行くと好感度が上がるセリフが多い。買ったはず。何を買ったらいいんだろう。迷っちゃうな。いろいろありすぎて。後ろのやつの声がうるせえな。ガヤが。何そういう時は何も買わないのが一番だよ。パッと見てグッときたものにすればいいよ。ゆっくり選べるといいよ。待ってるから。ゆっくりがいいんじゃないかな。うるせえな。カバだよカバ。黙れや。ちょっと後ろのやつの会話ちょっと聞いてみるか。身のねえ会話をしてやがる。うん、ありがとう。よーし、今日はとことん見てやるぞ。割といい印象を与えたみたいだぞ。まあパッと見てるのが良かったかな。まあいいでしょう。楽しかったみゆき。また遊ぼうね。じゃあここでバイバーイ。これさ、なんていうかこうプレイステーションだから若干声がこもってんだよな。だから今のハイゼロ、ハイレゾとかで聞きたいよ、ご同期さんの声を。勉強しとっか。まあ理系がねこんだけ高ければ赤手になることはないと思うんだよね。よし、釣りがカラオケだったかな。カラオケですか。まあ好感度が上がれば、まあ大体先にいるっていうことになるはず、多分。よかった。遅れてごめん。すぐ行こう。あ？なんだお前。いらねえイベントが来た。文句があるなら河川敷まで来いよ。もういいから逃げようぜ。こんなさ、こんなステレオタイプのチンピラなんかいないだろ。興味どこの田舎だよここ。わ、体力低い。そっか、体調が低いから体力が低いんだな。確か体調をかける2とかじゃなかったかな、体力が。この奥さんの格好なんとかなんねえのこれ。なんか部活に入ってたら必殺技とか使えてる気がするな。攻撃力高っ。さすがヒーローパンチ。もううるせえよほんと。うわやばっ。普通になんだこれ、不幸全開。いや、ちょっと待ってくれよ。
相打ちじゃねえか。これどうなんのこれ。両者共だ俺。でも多めに見たろ。何これ、おまけや。あ、何これ、勝ったことになる。あ、勝ったことになるらしい。死ぬほどどうでもいいよ。なんだこのイベント、こうなんで時間取らせないでくれる。これで終わりだからね、偉いもんで。くそ、うるせえ、喋んなもう。二度と出てくんな、次見かけたら殺すぞ。で、あの金太郎が、サラリーマン金太郎の金太郎が犬に向かって言ってたわ。おい、おいてめえら、次見たら殺すぞって犬に言ってた。この日は部活だから、ちょっと先に、山、あんまりなんかね、アクティブなところっていまいちだと思うんだよね。ボーリングもいまいちだったでしょ。水族館とか植物館もなんか違うんだよな。ゲーセンとかにしとくか。その日は空いてるからいいよ。いいよ、じゃあみゆき早めに行くから。久々に聞いたらこの声めっちゃ可愛いな。もうこの声しかねえぜっていう気分になってくるよ。こんなこと言ったらまたいい意味で気持ち悪いって言われる。試合とかねえな最近、そういえば。まああんまり、まあ次修学旅行かバトルがあるとすれば、匠とかと取り合うことになることはないと思うんだよね、おそらく。最初からずっと俺が狙ってるやつにはちょっかい出してこないはずだから、その辺はね多分大丈夫。一回公園で聞いてみるか、好きな場所。その日は空いてるから。そうだな、ちょっと一回聞いてみよう。いまいち、あ、やば、容姿めっちゃ低い。これやばいぞ。これはクリスマスパーティーがピンチだ。もうこっから、こっから容姿全開でいかないとやばいわこれ。あ、なにこれ、のんのん日和の終わりみたいな。あれどっちだっけ、あ、駅前広場だ。え、間違ってないでしょ。大丈夫だよね。ああ、大丈夫。そろそろ電話しようと思ってた頃だよ。ちょっと読み込み、なんでディスク読み込んでないのになんか読み込みの接触不良で声が入らないことがあるんだけど。ゲームですか、格ゲーマスターの俺様に挑むとは命知らずだ。お手柄がいね、俺弱いんだこういうの。もしかしてことぶきさん、このゲームに自信あるの。これ難しくねえ。なんかこれも良さそうだけどね。自信あるのって聞くのもなんかな。でも向こうから聞いてきてるからな。じゃあこれ、もう、選択肢ミスりまくってんな俺。全然ダメだな。ついてないって感じだ。ごめんね。ここで。いやー全然ダメだな俺。前やった時、あのユラリンさんに、お前にはギャルゲーのセンスがねえわとかって言った割にはこれである。この低たらくである。そこまでは言ってないけど。
何これ、あ、文化祭か。なるほどね。どうしよう、高野祭、そんなのがあるんだ。断られたらどうしよう。よかったら一緒に展示を見に行かない。ああ、よかった、断られるかと思った。じゃあ行こう。さて、どこを見に行こうかな。演劇部、科学部、吹奏楽部、茶道部。まあ、なんか演劇あたりが無難なんじゃねえの。わからんけど。時代劇か。あれ、あんまり興味ない。そうだね、テレビはドラマか歌番組見てるし。そっか。あ、でもそうだね、気を使ってくれてるんだな。気を使わせてしまったようだ。なんてこった。あれ、何これ、時代劇、親子連れ実ね。なんだそれ。この文字どこに出てんの。この文字どこに出てんの。小上二頭は今日も英武魔道の旅を続けていた。なんだそれ。小上二頭とお見受けいたす。怪しすぎる。これなんかバズーカだから。そうだな、これ。いざ。はよ攻撃せよ。いざ大将。じゃーん。やっぱり。全然時代劇じゃねえじゃん。終わりかい。3人しか出てねえぞ、この演劇。明らかに子供は子供だしな。え、あれ部員じゃねえだろ、あの子供力は。いやー、ひどいものを見たね。どうですか、子供さん。今の、いや、思ったよりよくできていたよ。嘘つけ。微塵も興味ないぞ、これ。え、あー、みゆき、全然ダメじゃねえか。ずーっと楽しみにしてたんだけどな。どんなもんなのかな、文化祭って。悲しい。学校ってつまんないんだね。来年は頑張らないと。本当だぞ。もう外しまくってるじゃん。やばくないか、これ。大丈夫か、好感度とか。ちょっと一回タグビに電話して聞いてみるか。全然上がってなさそう。よかった。ことぶきさんに聞きたいことがあるんだ。趣味、好きな場所、嫌いな場所。ちょっと嫌いな場所聞いておこうぜ。そういえばことぶきさんの嫌いなところ、嫌いな場所ってど？嫌いと、あ、嫌いっていうか静かなとこ苦手。なんかすごく寂しいし退屈だもん。静かなところか。ねえねえ、みゆきのこと聞いてどうするの。あ、うん、それだけ。変なの。それだけを聞きに来たの。今度はもっと盛り上がろうね。またね。じゃあここでバイバイ。静かな場所ね。まあだからクラシックコンサートとか植物園とか公園とか、まあそういうとこがダメなんだろうな。ちょっと一回あいつに電話しようぜ。ちょっとそこあとあれだ、山とかもあんま良くなさそうだな。映画も微妙だよねこれ。ボーリングもあんま良くなかったしな。じゃあどこがいいんだよ一体。もしもし、ヒゲウコンですけど。なんだ、お前か。
なんだよその残念そうな声が。俺からじゃ不満か。当たり前だよ。ヒゲウコンですけどって、こいつが出たからいいけど、こいつの母ちゃんとかに言いたくないよね。母ちゃん絶対笑うぞ。どうしよう、評価。評価ね。うわ、低っ。全然上がってねえじゃん。マジで。これはちょっとプレイスキルがないと言わざるを得ないな。情報、うん、いいよ。了解。あったあった。まあ、もう一回聞いても意味がないんだけどね。デートスポットを聞きたかった。だね。マジか、全然ダメだなこれ。やり直してやり直してあとちょっとさすがにちょっと容姿が低かったな。これはちょっとまずかった。1年目80ぐらいはいると思うんだよな、さすがに。部活、いやーでもなんかあんまり遊園地とかにするか。ふーふー、まずいな。いやーこんなになんか苦戦するとは思わなかった正直。余裕やろって思ってた。そろそろ体調がやばいな。あれ？あのさ、雨じゃん28日。この好感度の全然上がってないぶりはやばいな。まあなんか選択肢的にもうなんかプラマイゼロだったもんな、ほとんど。あ、いいね。あれ、みゆきになんか用？顔の影がすげえな。逆光だな。よかったら一緒に帰らない？やったぜ。小道武器さんと楽しく下校した。うらやましい。あれ、もしもし下校ですけどって言わせてくれないんだよな。まあテストは大丈夫だろう。スケートもなんかあんま良くない気がするんだよな。山か。山行っとく？その日は空いてるからいいよ。オッケー。よし、80はちょっとキープしておきたい。1年目のクリスマスパーティーで何本いるんだろうな。90あれば絶対大丈夫だと思うんだけど。ときめも1だったら結構なんか数値がシビアだったような気がするんだよな。最初がバス停だ。もしかして場所間違えたから。間違えてないです。すげえ服だなこれまた。あの色のさ、あの色のものってなかなか見ないよね。あのチョコミントぐらいだよね。あの色を見るときって。他でなかなか見ないよね。まあまあ、細かいことは気にしない。行こう行こう。遊園地日和。で、何から乗ろっか。ジェットコースターこの間乗ったっしょ。ジェットコースターでいいんじゃない？うん、いいよ。それじゃ
からスリル満点でいいよね。同じかな。あ、同じっぽいな、吉ラッキー。まあだんだんね、こうデート重ねていくと選択肢っていうかこの内容かぶってくるんで、まあさすがにバッチリを引きまくれるっていう。なんだっけこれ。ところで、だから確かこれであれでしょ、ジェットコースターが止まるんでしょ。あれ、もしかして、あれ違った、マジで。まさかスリルが足りないぐらいさ、いやそんなことはない、気のせいさ、実はこういうの苦手なんだよ。よし、やったぞ。今日は本当に楽しかったよ。何が起こっても平気平気って感じ。また絶対遊ぼうね。じゃあここでバイバイ。よかった、うまくいって。テスト、まあ大丈夫でしょう。なんか文系はちょっと壊滅的だけど、まあ理系がそこそこ高いんで。ちょっとダメだな。あーまあ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 、ちょっとダメ、まあまあ大丈夫、赤点じゃなきゃ大丈夫だから、赤点じゃなければ OK。 ごめん待った、よかった。チョコミントが現れた。チョコミントとか食べてねえな。まあアイス食いに行く機会がないからな。雪だけど好きなら関係ないよね。そうだね。うん、行こう行こう。なんで雪なのに傘さしてんの。道民感覚から言うと、なぜ雪なのに傘をさすのか。うわっ、すげえ。すごい色きたね。すごく似合ってて可愛いよ。最新のウェアだね。かっこいいよ。月がうまそうに見えるよ。まあ、最新推しじゃないか。これが最新なのか。これが最新なのか。そうか、すごい世界だな。まあなんか傾向が分かってきたね。あ、まあ最新、とにかくこう最新とかノリがいいとか、まあプラス方向がいいね。 あんまりちょっと逃げに走らない形でいきたい。もうちょっと念のために上げとくか。さすがに大丈夫だと思うんだけどね。もうで今週はねえよ。あ、そっか、今の日曜日か。失敗した、デート入れておくべきだった。雑学も案外高くないんだよな。もうちょっと雑学も上げておきたい。まあことぶきさんの必須ステータスが雑学と容姿なんで、まあ、その2つを中心に上げていった方がいいと思うんで、で雑学上げれば確かテストで社会とかが良くなるはずだから。クラブ活動はどうなのかな。クラブ活動をもうちょっと頑張った方がいいのかな。響の高校対する相手はまた同じ頭、第三高校。どうでもいい、どうでもいい、雑な名前の高校が出てきた。ギリギリだな。誰からも何もないんかい。悲しい、悲しい。雑なが上げとくか、もうちょい。なんでお前なの。なんでお前なの。おかしくね。今日から冬休みだ、うらやましい。だから基本的にはあんまり冒険しないで、まあ2ヶ月間隔ぐらいでこう絶対大丈夫っていう場所に誘うっていうのが多分楽だと思うんだよね。まあこの子の場合は多分まあショッピング街が強いんで。そんな、なんすか。もしもし、ああ
いたいた。今から遊園地に行こうぜ。マジで？怖い冗談言うなよ。それは来てたら。それが怖いわ。その冗談より誰がいるのかわからない状態で行くっていうのが怖いわ。遅い。ああ、それも一理あるね。さて、じゃあ紹介する必要もないと思うけど。誰？光と？あまり興味のない2人が来てしまった。今回に限っては。そうだね。今日一日よろしくね。そうだね。そうだね。前も言うんだ。そうだね。ヒゲコもそうだねって言ってるよ。まずは観覧車に乗ろう。お前誰と一緒がいい？観覧車ですか。もう一回ぐらいはお前と一緒に行きたいわ。まあでも光がいいわ。オッケー。じゃあ行こうぜ。同じ髪の色同士仲良くしてくれ。観覧車ってのんびりしてるのになぜか面白いよね。観覧車ってでも怖いよね。ぼーっとできるから好きだよ。いや怖いよ。あんな空中にさ吊り上げられてさ、トイレも行けねえし、何が起こるのか分かんないし、俺はなんか怖いだけなんだけど、観覧車って。観覧車楽しいのかな。俺にはよくわからない。のんびりと景色を楽しんでたらあっという間だったね。マジで？そうでしょ。今度は俺が気を使う側になっているという。じゃあ次はジェットコースターに乗ろう。お前誰と一緒？俺はお前と一緒に乗るぜ。これか。いいんだ。いいんだ。マジで意外と許してくれる。ジェットコースターならまあおかしくないか。え、そうなの？ああ、なんでもないよ。いやー、これで好感度が、匠の好感度が上がってしまった。匠エンドも十分こう視野に入れてる。やっぱり、隣で男の悲鳴を聞いても、なんにも嬉しくないな。うん。こいつ、俺は悲鳴を上げていたのか。じゃあそろそろ。2つしか乗らないんだ。フリーフォールとかそういうのなんか乗らねえのか。今日面白かったね。みんなで来たいよね。みんなで来るのってなかなか面白いのね。マジで一切絡んでないけど、ま、このメンバーで来ようよ。じゃあ遊園地って今入るのにどのぐらいかかるんだろうね。入場料が知りたい。どのぐらいのもんなんだろうか。あれ出ないんか。なんで。部活やろうか。じゃあたまには休日の部活でポイントをがっつり稼いでおくか。まあそうなんだよ。休日に部活をやる方が結構ポイント稼げるはずなんだよね。でもなんで理系上げるのかっていうと、理系はあのまあ伊集院ねえかななんだけど、まあ、あいつ強制で出てきちゃうんで、それだったら理系上げとく方がいい。文系とか芸術とか上げると他のやつが出てきちゃうんで。光の年賀状だ。そうだよな、7年ぶりに再会したんだよな。匠、あれ小道具さんからないんですけど。好感度が低い。誘います。もしもし、新年一発目の冷え込んですけど。神社の鳥居の前。めっちゃ混んでて分かんねえだろそこ。やっぱここは田舎。いやどこの田舎であったとしても神社の鳥居で待ち合わせは結構きついと思うんだよ。寒くねえのかなと。
雪が降らない地域なんだろうか。まあ恋愛ですよ、そりゃ。その願い叶えてし。あ、途中で切れた。おお、なんかその気になってきたぞ。本当かお前。ねえねえ、おみくじは引かないの？そうだな。どうすんだっけこれ、引かない方がいいんだったかな。どうせ大凶だよみたいな話になる気がするんだけど、まあ一応やっとくか。あー、やっぱり引くんだ。じゃあ付き合おうかな。じゃあ引こうか。中吉。どうだった？あー、みゆきはいつも同じだから。いやー、みゆきの場合いつ引いてもさ、これからは運が良くなる一方。いいじゃん別に、だったらいいじゃん。今日は本当に楽しかった。そうだね。めっちゃテンション上がったな。ボケなのか、俺の上げ足を取ってきたのか。あー、プレゼント上げますよ、そりゃ。これだね。あー、知ってたんだ。ありがとう。うちなんてさ、親まで忘れてたよ。それはダメだろ。それは不幸とかそういう問題じゃなくて、君の親に問題がある。何かしらの問題がある。いやー、ちょっとそろそろバシッと好感度を上げていきたいんだけどね。よし、まあ、ショッピング街カラオケあたりを選んどけばまあ大体大丈夫かなっていう感じではあるよな。まあ多分ね、2年目3年目あたりになるとだんだん好感度の上昇幅が増えてくんで、まあだから1年目はなんかこうステータスアップっていうふうに割り切ってもいいっちゃいいと思うんだよね。まあイベントが起こるのが大体2年目以降なんで、まあとはいえそれをね事務的にやってもね楽しくないんで、まあここはもういっぱいデート入れていきましょうよ。体調だな、体調が低いな。ごめん。いや今来たところです。なんで今俺これだけ読んだんだろう。今日はどこへ行こっか。ジャブティックだね。うん、いいよ、レッツゴー。そんなにいっぱいない。多分ね、1箇所につきね、2種類ぐらいしかないはずなんだよ、俺。試着してたら、破けちゃった。急いで着替えて逃げ出すぞ。仕方ない。それ買うしかないよ。気にすることないよ。よくあることさ。なんか難しいな、これ。まあ、逃げ出すは論外でしょ。買うしかないよっていうのもなんか違う気がするんだけど。よくあることさ。ありがとう。そう言ってくれると嬉しい。店員さんに謝ってみるね。割といい印象を与えたみたいだけど、まあ多分これが最高だろうな。まあ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 こんなもんでしょう。あれ、ちょっと待って、コントローラー聞かなかったんだけど。あ？あれ、ちょっと待って、コントローラー聞かなかったんだけど急に。ちょっと待ってくれ。事故が起こった。これ？ちょっと待って、本当にコントローラー効かないんだけど。何やこれ。ちょっと事故につき少々お待ちください。あ、大丈夫かな。よし、楽しかった、みゆき。また遊ぼうね。じゃあここでバイバーイ。バイバーイ。もうちょっとテンション上げたいな。今日から新学期だ。まあ寝てるんですけど、まあ、体調もねこれ多分20とか
ぐらいまで行っちゃうと病気になるはず。確か。あ、やっと隣にいてくれるようになった。隣にいてくれる。どうしようかな。運動というか、まあテニスか。なんだ。あ、ことぶきさん。いや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 、おかしいおかしいおかしい。グロいグロい。あにゃー、大丈夫大丈夫。おい、おい、その運転手。運転手をひっと捕まえろ。今日は疲れた。ああ、ごとぶきさんだ。よく帰りましょうよ。よかったら一緒に帰らない？そうだね。一人より一緒の方がいいよ。一緒に帰ろ。ごとぶきさん。ごとぶきさん、なんか危ないからな、一人で歩かせるの。俺ごとぶきさんの親父だったら絶対一人で歩かせないよ。なんかよからぬことが起きそうだ、いろいろな意味で。駅前広場ですか。あれどこだっけ。カラオケか。カラオケだな。え、なにこれ、まさか。なんだこれ。なに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 。俺はいいけど、どうしたの。え、なになになに。どうしたの。ああ。嘘。それえ、寝癖もついてなかったし、歯磨き粉も切れてなかった。どんだけどんだけの目に遭ってきたんだこれまで。もう今日は神様が事故が起きないようにしてくれたんだよ。そうなの。マジで。不憫すぎるわ。でこれカラオケには行くの。あー、行くんだ、ちゃんと。よかったよかった。マジがなしです。またラッキーです。大丈夫、すぐに治るさ。さあ続きはアカペラで。あー、まあ大丈夫大丈夫。嫌だな、みゆき。え、嘘ダメなのそれ。うわー、もう難しいわ。ついてない。いや、途中まで一緒だね。あ、でもちょっと好感度は、好感度はちょっと上がってるけど、選択肢をミスったな。そんなもんか。勉強しとこうか。まあでも隣にいるってことは少しずつ好感度は上がってきてると思ったね。帰ってゲームするぜ。これちなみに9月から始めたっけ。進み悪すぎるでしょ。こんなに時間かかるゲームだったか、このゲーム。よかったら一緒に帰らない。ね、ちなみに一緒に帰らないイベントは何かあったかな。好感度高い状態で一緒に帰るとかにすると寄り道とかあったかな。基本的にはなんか楽しく下校するぐらいのものでしかなかったと思うんだけどな。ちょっとここらでもうちょっと畳みかけておきたいよな。あー、電話くれたんだ。今日は何かな。あのさ、曇り。
しスタジアム運動とかあんま興味なそうだもんな。なんかゲーセンでいいか。その日はあい、よしで休む。体調が低すぎ。これまた不良とかに襲われたらもう一発でやられてしまう。この体調では。容姿とか雑学ももうちょっと高い数値をキープしておきたいよな。ごめん。あ、ちょっと服が変わった。そうだな、確か好感度でこれ服変わるんだよな。よかった、マシな服を着てきた。すぐ行こう。あれチョコミントだからな、あの服完全に。お前さ、なんだお前、チョロチョロしやがって。いや俺は今ちょっとマジでキレてるよ。もうこいつらスマキにしてマジ埋めようぜ。スマキにして埋めようぜ、流すじゃなくて。もう鬱陶しいわ、どんだけ喧嘩売られるんだよ。っていうか、みゆきはお願いだから、あの必殺技使わないで。決める必殺技で俺死ぬから。そして、ダメージ666って。なんか部活必殺技みたいなのあったと思うんだけどな。なんか部活経験値でもらえるんだったかな。あーもうドローだ。またドロー、いい犬が出てくる。聞かねえな。カラミッド前の犬が。ワンワンワン。いい犬が。こいつもでも寿さんを助けるとかじゃないんだよ。即逃げるんだよ。あ、いってるでも、今回は。強っ。あ、やった、ストレートに勝った。いや、やったじゃねえわ、映画いいぜよ、ほんと。もうこれ好感度に影響すんだったかな、全然覚えてないわその辺。くそ、早く番長連れてこいや。そいつ芝居たるわ、ほんと。逃がして返さない。は？何こいつ、は？なんだこいつ。ここで桜田門長だ。でもみんな筋肉番長って呼ぶ。だからお前も呼べ。何これ、もういいって、そういうの。もう今回のパート進み悪すぎるわ。もう完全に FF のパクリじゃねえか。音楽が完全に FF のパクリだもん、これ。頑張って。これロンドールのものだぞ、こいつ。背中に何か背負ってる。ハリって。弱っ。大して強くねえんだけど、こいつ。しかも。なんで俺こいつと戦ってんの。これ勝つといいことあんの？火の突っ張りはやんのじゃ。もう俺の負けでいいから二度と出てこないでほしいんだけど。俺の負けでいいよ、もう。あ、戻ってきちゃった。大丈夫？ダメだって、ことぶきさん、それ。おのぶきさん、それダメだって。え？なにこれ。嘘だ。勝った。なんだそりゃ。
いやー、筋肉番長には5000ダメージで、コトブキさんはダメージなしなんだね。すごいね。むちゃくちゃだな。お前筋肉強い。でも小番長いるから。誰が？いらんわ、お前。お前なんぞ古文にいらんわ。いやー、なんかこのイベント続きそうだな、鬱陶しい。ほら、みゆきちゃんいなくなっちゃったじゃん。いい加減にしろ、ほんと。どこだっけ、カラオケだったよな、選んだの。まったくよ。たまには本当に早めに来てくれ。今日俺誕生日だったんだけどな。誰も覚えてくれないから俺の誕生日。悲しい。ああ、もうあの余計なバトルのせいでこれでカラオケデートがうまくいってれば好感度が上がって誕生日プレゼントもらえたかもしんねえのに、こいつら、あいつらのせいで。クソが。だんだんこうやってね、かぶってくるから。今日は本当に楽しかったよ。途中まで一緒だね。お話ししながら帰ろ。お話ししながら帰ろうの言い方がめちゃくちゃ可愛いということに触れておく。そろそろちょっと雑学あたりを上げておきたい。14日、ああバレンタインか。ギリチョコ、嬉しいでしょ。フライトをするよりずっといいでしょ。よう。嘘、もらえねえの。マジでよ、1年目散々だな。本当？悲しい。たくみくん、チョコあげるからいらっしゃい。前も言ったけどさ、このなんか低学年の男がさ、こういう上級生の女にこういう扱いを受けることってさ、現実でありえるのかね。俺は見たことないけど。なんだ誰、なんだお前か。水月さんとかその辺かな。聞いてくれよ、女の子からチョコをもらっちまったんだ。やったじゃないか。何やそれ。あ、くれた、よかった。ギリでもいいです、ください。いいところであった。最高でギリチョコ。ありがとうございます。別に俺なんていいよ、誰にギリチョコだからさ。悲しい。まあでももらえないと返すこともできないからさ、返すことによってほらね、多少こう好感度が上がったりもするだろうしよ。そうだぞ、お前もらえただけで十分ぞ。で、部活かな、部活だね。部活かな。ちょっと休もう。さすがに体調がやばい。絶対病気になる。ストレスだけは全然ないな、こいつ。ストレスとは無縁の生活を送っている。素晴らしいよ。
ゃあデート、バシッとデートして終わろうかな、今回は。もう半年しか進んでねえじゃん。もういらねえ、いらねえバトルのせいで。どうせなら晴れの日がいいな。スタジアムとか行ってみるか、一回。水族館はいいのかな。植物園がね、確かあんま良くなかったはずなんだよね。水族館は大丈夫だじゃねえの。ちょっとダメだな。まあこの辺がね。いやバシッとバチバシッとこうバッチリいい印象で締めたいところである。ごめん。お、なんか今まで見た中ではダントツでいいわその服。よかった。水族館か。あ、水族館好みなんだ。へえ、そうか。うん。毎回新鮮だよね。魚だけにね。やったねえねえ、気のせいかな、大水槽の中のサメが明らかに狙われてるね、小峠さん。うん、水槽があってよかったね。小峠さん、そんなに美味しそうなのかな。これ、どれを狙えばいいんだよ。水槽があってよかったね。本当だね。海の中だったらバイバイって感じ。みゆき最近バッチリいい印象を与えたみたいだぞ。そんなんでいいの。今日は本当に楽しかったよ。何が起こっても平気平気って感じ。ま、途中まで一緒だね。お話ししながら帰ろ。まあ、今回新しく発見したことといえば、改めてこううん十年ぶりに時も通で小峠さんを攻略して分かったことは、小峠さんのネーネーが可愛いということということをこう記して今日は終わりということで、これちなみにね、セーブすると一番親しい子が喋ってくれるんだよ。これで終わりになると。おやすみ、ゆっくり休んでね。よし。